こんにちは、カゴノブアキです。今回は6月20日に行われた福井ユナイテッド FC 対 JSC ジャパンサッカーカレッジの試合をレポートします。会場は鶴ヶ市総合運動公園。クラブ名が変更されてからは初となる嶺南地方の開催。1200人以上のサポーターが観戦に訪れました。福井ユナイテッド FC は北信越フットボールリーグで5試合を戦い5連勝。先月ライバルのアルティスタ様が境フェニックスに敗戦したこともあり、単独首位をひた走っています。9日には天皇杯2回戦で J2 のヴァンフォーレ甲府を相手に2対1と勝利、ジャイアントキリングを達成したこともあり、チームの状態は上向きです。一方のジャパンサッカーカレッジはここまでの5試合で3勝2敗、悪くない成績ですね。ただ前節はアルティスタ浅間に0対2と敗北しており、強豪との連戦となるこの試合、なんとか勝ち点を取って終わりたいところでした。ちなみに会場では来月から行われる全国高等学校総合体育大会、いわゆるインターハイの広報活動が行われていました。今年は福井県などの北信越地域で開催されることになっています。ちなみにこの左端の青いキャラクターウイニン君って言ってですね、2014年に誕生したインターハイの公式マスコットなんですよ。知ってました？競技の開催は7月24日から、そして開会式は8月13日サンドーム福井で行われる予定となっています。ぜひそちらも注目していただければと思います。映像に出ることはちゃんとこの子たちに許可済みです。ご安心くださいませ。ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。さて、話は試合の方に戻しましょう。サウルコス時代から相性がいいと言われている敦賀での試合でしたが、前半ペースを握ったのは敵地に乗り込んできた JSC でした。球際の激しさ、動き出しの良さ、そして連動したカバーリング、集中力が高いディフェンスをベースにし、個の能力で上回る福井に遅れを取りません。いや、むしろ優勢を保って何度もビッグチャンスを作りましたが、決めることができませんでした。これが後々高くついてしまいましたね。そしてハーフタイムを挟んで福井が息を吹き返します。後半開始から間もなく左サイドから持ち込んだ野中海選手が自らシュートを放ち、ゴールに叩き込みました。これが福井の先制点となります。 JSC はこの失点で集中が切れるというほどのことはなかったんですが、前半と比べてバランスを向上させた福井がよりペースをつかんで最後までこのリードを守りきったという内容でした。福井が1対0と勝利を収めた試合ではありましたけれども、全体的に見れば JSC の健闘が光ったという90分でもありましたね。それでは選手監督のインタビューをお届けします。まずは福井ユナイテッドで唯一のゴールを決めた野中海選手。僕が行くと決めますよね。そうですね、まあ、後半入って早々で、前半にあまりシュートが打ててなかったっていうのもあったんで、とりあえずシュートを意識して、そしたら、まあ、とりあえずゴールに行ってちょっと相手のキーパーがちょっと反応遅れたっていうのもあったんで、まあ、ゴールで決まったのは良かったかなと思います。この試合のキーとなるのは前半から後半の変化だったと思うんですけども、前半なぜ苦戦したのか、そして、後半始まるときにどういう意識でチームとして個人として入ったのか、そこをちょっと一つだけ教えていただければ。そうですね、前半右サイドで起点を作っているにも良かったんですけど、左サイドにそのままサイドチェンジができなかった。で、形が最後、前半の最後にいい形で自分のところに来て、まあゴールまではいけなかったんですけど、そういう形を後半もう一度作ろうっていうのがあって、で後半
あの起点を右サイドで作ってる中で風間選手がこっちを見てしっかりとあの見てくれてたので、まあ、そこでしっかり自分がロングパス受けてゴールまで行けたので、まあ、後半本当にやろうとしてたことがそのままで出てたのでそれは良かったかなと思います。そうですね、初めて1000人の前でやったっていうのは、まあ、自分としても貴重でしたし本当にいろんな人が見てくれた中でしっかりゴールを決めてアピールできたのは良かったかなと思いますし、まあ、これから本当、まあ、コロナもだいぶ落ち着いてきたと思うのでぜひ皆さんもこれからの試合もっと来て応援来てくれたら自分たちもそれを力に頑張れると思うのでしっかりまたその応援を力に変えて頑張りたいと思います。そうです、本当もうリーグ戦は全て全勝するつもりで、まあ、一戦一戦大事にしていきたいと思ってますし個人的にもしっかり得点を取ってチームに貢献できたらそれが一番いいかなと思います。もうあとはとりあえず元気にしてしっかりと勝ち切って全勝で終えたらいいかなと思います。続いて福井のキャプテン尾崎栄一郎選手です。苦しい試合でしたね。僕もそうですし、あの試合の中でこうなかなかいい流れの中でもプレーできなくて苦しい試合でしたけど、まあ、こういう試合をものにできたのはあのすごくあの大きな試合だったと思いますし、また僕らが天皇杯とかこういう勝ったことによって、そういうチームに人を吹かそうっていう気持ちで多分これからどのチームも来ると思うので、まあ、そういった意味で僕らはそこにこうなんか受け身にならないでそれをさらにこう上回るようなチャレンジャー精神というかハングリーさというかそういうものを持って戦ったんですけど、まあ、それではやっぱり難しいやっぱこういう試合になってしまったなっていうのは直接の感想ですね。はい、この試合のキーは多分前半と後半の変化だったと思うんですけれども前半は本当にあまりいい形がありませんでしたが、キャプテンから後ろから見ていて問題は守備の方が大きかったのか攻撃の方が大きかったのかどっちでしょうか。一番は攻撃だと思います。攻撃でやっぱ距離感が悪かったんで、まあ、僕らがその意図する守備も距離感が良くないのでこう間延びしちゃった状態がやっぱ多かったんで、まあ、あとは個人的にはやっぱ僕がちょっとボールをできるだけ限りにやっぱ落ち着かせなきゃいけないところでちょっと落ち着かせられなかったんでバタつかしちゃったというか、まあ、それは多分僕の仕事なんで、まあ、そこはちょっと自分のところの、ね、最初のプレーとかそういうところでやっぱこう試合のゲームの中のファーストプレーチームとしてのファーストプレー個人のファーストプレーってやっぱすごく大事なんで、まあ、そういったところがちょっと僕にもあったんで、まあ、そこはちょっとチームに迷惑かけたんで僕もまだまだまた練習して、いい選手になれればいいなと思います。そういう点では前の試合が甲府だった、うん、そして北信越リーグこのギャップというのがその入り方の悪さに影響はした。いやそれは多分どのサッカーのカテゴリーでも多分絶対的に難しいんですよね。やっぱり下のカテゴリーのチームが上のチームの時はやっぱり気持ちも持ちやすいですしそこは難しい。ただそれも先ほどの話につながってきますけど、やっぱり僕らがそういう勝つことによって多分他の今の北信越リーグのチームがこのチームを一歯を吹かそうっていうふうに必ず思ってくると思うんで多分今までより多分モチベーション高くなってくると思います。それをやっぱりこう跳ね返していくだけの力が僕らが身につけられるかどうかっていうのはやっぱこれからの試合の僕らのトレーニングで準備だったりだとか試合をどう戦うとか、まあ、それがあるではそれは逆に言ったら新しい成長ですよね、うん、自分なんかこう勝利することでどんどんカテゴリーが上がることによってまた成長度合いも変わってくるからそこはまあいい意味でやっぱすごくそういったいい環境になってるので、うん、やっぱそういう中でも今日の試合をちゃんとものにしたっていうのは、まあ、僕はチームに迷惑かけてお疲れでしたけど、そういうことができたのは良かったと思います。はい、ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、じゃあこれで終わります。でした。はい、お疲れ様でした。そして福井ユナイテッドからは最後になりますが、はい、寺峰明監督です。試合を終えての感想をお願いします。そうですね、非常にヘディングの強い相手選手がたくさん並んでいる中で、前線でボールを奪うということはなかなかやっぱ難しく、でやっぱ取れるときに、まあ、後半しっかり取れましたけども、前半も何回かあった中でなかなか今日取りきれず追加点も取れずというところで、まあ、こういう試合も長いリーグの中ではあるなというところで、もう本当は最後守りに徹しているというところで、まあ、よくやってくれたかなと思います。
まあ選手たちは自信を持ってっていうところはありましたけども、まあ、そこは過信にならないように、やっぱりサッカーは、実力差っていうのはやり方であったり、特徴で相当差が埋まりますので、我々でも J2 の相手に勝つチャンスもあれば、我々でも本当にあの高校生でもあの負けるときも十分ありえますので、そういう意味ではもう本当にいい教訓になってくるんだと。そうですね、我々はもう本当に まず前期が一区切りで、そこまであのとにかく全勝で走るっていうところが、ま、絶対条件だと思ってますので、それで相手が、どういう星勘定になるかっていうところで、後期に入るまでにまずあの一つも星を落とさないっていうことが一番大切ですし、やっぱそれが今度の7月7日の大分戦につながってくると思いますので、逆に言えば天皇杯の次の相手の方があのやってくることも相手は決まってますし、我々がどう対応するかというのもある程度決まってますので、そういう意味ではもうリーグ戦の方が本当にあの難しいというか、いろんな準備をしなきゃいけないから、あのいい準備したいなと思います。はい、ありがとうございました。一方、惜しいところで勝ち点を取れなかったジャパンサッカーカレッジからキャプテンの安藤選手にお越しいただきました。まずは試合の感想をお聞かせ願いますか。そうですね、まあ、相手の方がこのレベルが高いのを分かっていたので、まあ、そこで後手を踏まず勇気を持って自分たちでボール支配しようということで試合に入って、で、まあ、意識した通り自分たちがまあ持つ展開が多かったんですけど、で全体的にそうやって持ってたんですけど、まあ、最後シュート決めきれずで綺麗にカウンターをやられてしまったので、まあ、気をつけてたところでやられてしまったなっていう感じでした。はい、まあ、そのこの試合の10日前に福井ユナイテッドが甲府に勝ったというニュースがおそらくチームに入ったと思いますが、はい、そのチームでどういう話題になってどういう影響を与えましたか。そうですね、やはり、甲府はやっぱ J2 のチームなので、で、まあ、試合の結果しか見てないんですけど、まあ、得点した時間も終盤 で、うん、でそこで、まあ、逆転勝ちということだったので、やっぱ底力があるチームだなということで警戒しなきゃいけないというのだと話していました。はい、今日の試合は前半は本当にナイスゲームでありました、はい、で後半はもうバッドゲームではありませんけれども失点をしてしまった、はい、ここの違いはピッチの中で見ていて何が何によって生まれたと思いましたか。まあ、後半の失点の時間を見てもらったら分かると思うんですけど、立ち上がりだったの で前半いいゲームしただけに、後半の入りも、まあ、前半のはいい流れだったけど、やっぱ前半後半別々だからもう一回引き締めていこうっていう話し合いはあったんですけど、やっぱ結果その立ち上がりでやられてしまったっていうところは、まあ、自分たちの甘さかなと思っています。はい、それでは続いて、はい、堺フェニックス戦に向けてサポーターメッセージをお願いいたします。そうですね、優勝争いするためにはもうここから本当に一つも落とさない、踏ん張らなきゃいけないので、どうしても勝ち点差を取るので、まあ、精一杯90分間戦い抜くので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。安藤選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。そしてジャパンサッカーカレッジの監督を務めてらっしゃいます和田春夫さんにもお越しいただきました。まずは試合の感想を伺いますか。北信越リーグで圧倒的な強さを誇る福井ユナイテッドさん相手ということで、まあ、選手は非常に高いモチベーションで臨んでくれたと思います。である程度狙い通りのプレーできたと思いますし、違う結果にできるチャンスも十分あったと思ってます。ただやはりそういうところで決めきれない、逆に一瞬の隙を突かれて、失点をしてしまったという意味では、やはりそこら辺の勝負強さであったり、ゲームの流れをこう感じ取る力であったり、そういう部分での差はあったなと感じています。ただ、まあ、我々にとっては、非常にポジティブな面の多かったゲームだったと思います。福井ユナイテッドはもう J2 のヴァンフォーレ甲府に勝った後の試合でした。このニュースはチームにどのような影響を与えましたか。いや、逆に言えば、我々が福井さんを倒すチャンスがあるんだというふうな捉え方をしてました。まあ、我々にとっては彼らがその天皇杯で J クラブに勝ったというところで、逆にちょっとした隙が生まれるんじゃないかということは期待はしていました。はい、という点で、まあ、前半は本当に素晴らしいナイスゲームだったと思うんですけれども、はい、それができた理由、原因は何だったんですか。そうですね、まず相手の攻撃の起点に対してしっかりプレッシャーかけることができたということ、であとは、怖がらずに自分たちでボールを動かしてある程度ゲームができた、そういうところだと思います。そして、まあ、後半は点を取られていましたけど、そんなバッドゲームではなかったと思うんですが、そこに次から
続けて何かプラスするとしたらどういうものを指したいですか。一つはやはり集中力、最近やはり立ち上がりの時間帯の失点が多いので、立ち上がりあるいは終盤というところをいかにゲームをコントロールするかというところ、あとはやはりチャンスをもっとその決定的なチャンスをいかに作るか、そういうところだと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後、次に来週には堺フェニックス戦ですけれども、はい、そちらに向けてサポーターにメッセージをお願いします。リーグ戦やはり、連敗をしないということ、それから、あ、でも連敗はしたんだなそうですね、はい、でもナイスゲーム、これ以上負けないということ、それとやはり同じぐらいの順位のチームとの対戦というのは、ある意味上位陣との対戦以上に大きな意味がありますので、うん、何としてもその今日のゲームにプラス結果、そういうものを、なんとか引き寄せられるようにしっかり準備していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ファンサーキャッカーです。和田監督でした。ありがとうございます。開幕から6連勝を飾った福井ユナイテッド、全18試合の北信越フットボールリーグの3分の1を全勝で終えるという結果になりました。今シーズンこそ目標の JFL 昇格は成し遂げられるでしょうか。一方のジャパンサッカーカレッジはこれで3勝3敗、白星と黒星が並びました。ただ6試合で7得点6失点という数字はだいぶしっかりしてるっていう感じがしますね。福井ユナイテッドの次節は27日の13時キックオフ、富山新庄クラブ戦です。会場は本拠地のテクノポート福井スタジアム。そしてジャパンサッカーカレッジも27日11時から堺フェニックスとのホームゲームを戦います。そちらもぜひご注目ください。コリーの YouTube では業務拡大のためにスポンサーになってくれる皆様を募集しています。記事広告のセットなど様々な形で柔軟に対応させていただきますので、興味がある方はぜひコリーにご相談ください。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。